何の歌？夢なら覚めて。いいタイトルだ。死んだ友達の作った歌なんです。死んだ？ええ、その子、高校の担任教師とすごい大恋愛して駆け落ちまでして。心中？いえ、結局先生の方は奥さんと子供のところに戻って。その子だけ取り残されたのか。温泉宿にいるところを親に連れ戻されて東京に戻った翌日でした。先生たちの家族の住んでるマンションの屋上から。しかしいいメロディーだね。耳に残るんですよね。彼女の死ぬ前に私のために作ってくれた CD があるんです。それまだあるの？ありますよ。聞かせてもらっていいかな？じゃあ今度お持ちしますね。うん。本当だ。
本日も一日愛ちゃんともども無事でありますように。ちょっとポーズ変えて、挑発するようにレンズ見て、愛ちゃん、ちょっと四股踏んでみようか。四股って何ですか？相撲の四股。おい、ちょっとやってみて。はい。こういうやつ。マジですか？マジですよ。大マジだよ。あ、やってみようか。でも、そんなの。ダメダメダメですよ。愛にそんなことやらしちゃ。誰ですか、あんた？愛のマネージャーです。マネージャーの時はなんで口出しすんだよ。ダメなものはダメです。これはね、俺一人の考えじゃないの。クライアントだってこういうの要求してんだからさ。あ、なんならラフ見せようか。クライアントが提示した。そんな話聞いてませんから。聞かせたら NG が出るからでしょ。とにかくダメです。愛はそういう風には売りたくないんですよ。そういう風ってのはどういう意味だよ。とりあえず今日はここまでにさせてください。カメラマンと話しても拉致の開くことではありませんから。おい待てよ。おい、俺はな、今回のことアートディレクションだよ。任されてんだからさ。おい、はい、着替えて。はい。愛ちゃん、この仕事なくしてもいいのか？不本意な仕事でしたらしない方がいいと思ってます。では失礼。坂東さんやる。ありがとうございました。ありがとうございました。あんたってバカ丁寧なのね。そうですか？いちいちお客さんにあんな挨拶してるの？はい。正社員なの？いえ、バイトですけど。へえ。新宿でホストクラブやってるんだけど、私のところで働いてみる気ない？ありません。どうして？コンビニ好きなんです。愛ちゃんにも毎日会えますから。愛ちゃん？はい、あの人。へえ。まだ新人なんですけどね。僕デビューする前からのファンなんです。どういうことよ、デビューする前からって？それは内緒です。それは僕だけの秘密だった。絶対他人には話したくない秘密なのだった。税込みで905円になります。910円からお預かりします。5円のお返しですね。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
これでよしと。はい。はいちゃん。坂東さん。今朝の仕事だけどね、来週取り直しが決まった。本当ですか？クライアントは何も聞いてないそうだ。藤原さんのスタンドプレーだったらしい。そうなんですか。とにかくそういうことだから安心していいよ。君のメジャーデビューも間近ってことだ。よろしくお願いします。ああ、それとね、例の CD なんだけど、次に会うときには必ず持ってきてほしいんだ。わかってます。さっきもまた聞いてたとこなんです。君が歌うことになる。 CM と同時に歌手デビューだ。いいね。はい。じゃあ撮り直しの詳しいスケジュールが出たらまた連絡するから。それと今から歌の練習はしといてくれよ。うん。じゃあお疲れ様。驚きました。え、まあ、あ、宅配便送りたいんですけど。あ、はい。あの、何か。この近くにお住まいなんですか？はい、最近引っ越してきたんです。あの、何か。あの人ですよね？でしょ。こういう時、違います、人違いですって言うように言われてます。じゃあ、愛ちゃん。こういう時、絶対に違いますって言われてます。それじゃあ、やっぱり愛ちゃん。はい。やった。そんなに大きな声出さないでくださいよ。愛ちゃんなんですね。はい。だぜ。あの、何か。ひょっとしてあなた私のファンなんですか？ファンなんです。でも私まだこのポスターの仕事しかしてないんですよ。まだまだ私全然新人の。アイドル予備軍。バッタアイドル。自分でそんなことを言います？私言っちゃうんです。これに書けばいいんですよね？あ、はい、そうです。これ。この箱の中、私の衣類が入ってるんです。
なんでそんなことを僕に言うんですか？言いたくて。どうして？初めてなんですよ、お下がりを送るの。今までそんな余裕全然なかったし、でもこれからはなんだか運がついてきそうな感じだし。妹いるんですよ、私。小豆島に両親と一緒なんです。知ってます。知ってる？私が小豆島出身だってこと？あなたのことでしたら知らないことはありません。父が警察官だってことも？駐在の。そんなことまで知ってるんですか？まだまだ知ってますよ。小学生の頃歯の矯正していたこととか。堀部しか。はい、小学校の裏手にあった。今はもうないんじゃなかったですか？なくなりました。今はファミリーレストランになってます。あなたも小豆島の出身？僕は。でしょう。僕は おいくらですか？え？お金。ああ。小豆島だから1370円です。